愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました愛知のダラダラジオ。早速ね、最初は Google フォームにいただいた質問相談に答えていこうと思います。で、今週は兵庫県にお住まいのラジオネームアルパカッチさんからいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、ギュッとまとめさせていただきますね。いつも拝見しております。ありがとうございます。現在32歳の看護学生です。10年ぶりの勉強なので、中学校レベルからの復習で必死の毎日なのですが、周りからそんなのガチになるもんなのとやや惹かれているようです。だからその一生懸命勉強してるんだけど、そんなにガチでやんなくてよくないみたいな感じなのかな。でクラスの仲間とかのコミュニケーションも大切だと分かってますが、日々の勉強に必死すぎてそこまで頭も手も回りません。今のままの勉強ペースでが自分では良さそうなんですが、周りから惹かれるほどとなると考えものかと思い相談させていただきたく、ご連絡させていただきました。よろしければアドバイスお願いします、ということで、ありがとうございます。これはね、すごくシンプルで、アルパカッチさん、そのままいきましょう。大事なのはね、もうここの部分で、今のままの勉強ペースが自分で良さそうなのですがって書いてある。これは学生のみんなもそうなんですけど、勉強法って絶対ベストは決まってないんだよね。これをこのペースでこの量で勉強すればもう誰しもが伸びていくからねってのはないわけ。その子その子によって状況とかが違うから、自分にとってのベストっていうのがあるんですけど、それを自分で今のペースが良さそうだなとか、この勉強方法が合ってるなっていうのが見つかってる方は絶対変えない方がいいし、それってめちゃくちゃ幸せなことなんですよ。もうてか、よく頑張ったねって、努力の先にあるものだからね。なのでぜひ変えないでください。まあもちろんね、クラスのことなので、ある程度のコミュニケーションとか必要になるかもしれない、なるかもしれないですけど、でも自分の人生じゃないですか。それに頑張ってる人に対してそんなに頑張んなくてよくないっていう人は私は好きじゃないんですよ。はい、いや逆ならわかる。もっと頑張った方がよくないっていうんだったらまだわかるけども、頑張ってる人、努力してる人に対してそんなに頑張っておかしくないみたいのは、黙れっていうねっていうふうに思いますので、ぜひぜひ胸を張ってそのままのペースで続けていってもらえたらと思います。もしね、何かあったら配置のせいにしてください私はね、アルパカチさんの姿勢を全力で応援していきますので頑張ってください。はい、ということで今週もありがとうございました。なんかね、累計400件超えてるんですよ。ありがとうね。全然毎週1件なんでなかなか答えられなくて申し訳ないんですが、ありがとうございます。では今週のテーマに参りましょう。で、今週は、急にやってくる虚無感なんなのっていうね、これもね、ちょっと前、ラジオ、ごめんなさい、ダラダラジオ投稿してるのが2日前なのかな、ツイッターでちょっと投稿したんですけど、皆さんありますかね。こうたまにさ、普通のテンションだったの、数秒前まで全然普通に元気だったのに、急にふって心に、なんか突然大きな虚無感というか、虚しさというか、孤独感というかがふってやってきて、気分がズドーンって落ちることってない？なんかツイッターではね、結構あるあるって言われたんですけど、俺すごくあるんですよね、昔から。俺なんか多重人格なのかなって思うぐらいにボーンって落ちる時が、なんかスイッチが入る感じあって、で結構ね、そのリップを見てた時に、みんなその対応に困ってる方がいたんですよ。どうすればいいかわからんみたいなのが書いてあったんで、本当は今週ダラダラ上で違うテーマで喋ろうと思ってたんですよ。思ってたんですけど、あ、せっかくなら、なんか俺がね、昔からそういうタイプだったから、どういう風な考えで今過ごしてるか、まあそのね、突然やってくる孤独感をフィッてかわす感じなの。まあまあ受け止めるけど、ある程度受け止めて、なんか一部受け流して、まあまあ大丈夫っしょみたいな感じで結構気楽にいるタイプなのね。そうだから、それのどういうふうに考えてるのかっていうのは、まあお伝えできてもいいのかなと思ってね、今週このテーマにしております。まあ興味ない方はここで止めちゃってね今ここまで聞いて興味ある方だけ続き聞いてもらえたらと思うんですけど、まあ、昔はですね、特に自分に自信がすごくなかった時、今以上にね、なかった時っていうのは、そういう孤独感とか感じると、あ、世界には自分一人なんだとか、例えば目の前に、まあ、仲いいというかね、ある程度話せる人がいたとしても、あ、
この人は心の底では自分のことをあんま好きじゃないんじゃないかなとかって意味のわからないネガティブがいっぱい発生するっていう事件が起きていくタイプだったんです。で疲れるんですよ、それ真に受けると、まあ、真に受けちゃうんですけど、で一時はこれを全部受け流せばいいというか無視しちゃえばいいんだと思って、もう全否定に走ったんだよね。自分がそう思って孤独感に苛まれた時にもう全部それもう幻無理違うみたいなでもね、自分の気持ちというか、だってその孤独感とかさ焦燥感虚しさっていうのも自分の感情の一部じゃん、だって自分の中で思ってるんだから。で自分の心を否定するって難しいよね。いや俺できないんよねそれ。そうだからよくさ不安とか焦りもさ仲良く肩組んで受験行ってこいよみたいな話をするじゃん。だから自分の中に抱いた感情って否定しなくていいと思ってて俺は。そうだから今回の孤独感とかにしても、今はね俺もしょっちゅう来てたから、今日と今日違う、そのツイートした朝にすごい思ったのよ俺その日と思ったから。でそのツイートしたんだけど、あまたいらっしゃったんですかって本当に思うの。いらっしゃいっつって、また来たのかよお前、早くないか今回はみたいな、まあ、茶でも飲んでくかみたいなテンション、まあ、ゆっくりしてきなよっつって、うん、でまあまあでなんか結果的にいつも最終的にはその孤独感がいつかはなくなるタイミングが来るんよ、まあ、すぐやってくる時もあるけど、でも365日24時間ずっといることは俺はないのね。忘れる瞬間は絶対にあるから、それが短かったとしても。だからまあゆっくりしてきなって仲良くしようぜみたいなぐらいの感じで受け止めてしまう。うん、だっていつかいなくなるもんあいつは。なんか千と千尋の顔なしみたいなイメージかな。そう伝わるかな、わかるみんな、ちょっと調べてみて顔なしね。そうと思ってて、だからそのぐらい気楽にいるのがいいのかなって思ってる。であとツイッターのさリプで来てたやつですごくいい言葉があったんでちょっと紹介しようと思ったんだけど、その子ね脳のバグって言ってたんだよあ脳みそね、脳みそのバグが起きたと。だバグでそういった感情が来ちゃっただけだよねみたいな、エラーだよエラーその発想はいいなと思った俺の中では。それちょっとね自分が使えそうな時は使うかなと思って一個武器を手に入れたんでね、本当その子には感謝してるんだけど、でも基本的には来た時に、まあ、受け入れてしまう、あそういう日なんだね、そういう風に思いたい時なんだね俺っつって、そうじゃあどうぞどうぞ茶でも出すわ、菓子でもいるかっつってねうち今もなかしかないけど食べるかみたいなテンションよ。うん、でも最近ねもう一歩先にちょっと行けるようになってて、何かっていうとなんでそう思ったんだろうっていう理由を探れるようになってきた。うん、でこれは例えば今で言うとね、多分俺のそのツイートした日の朝で言うと今ものすごくちょっと俺テンパっていて、そうなんですよ、何かというと仕事でテンパってるんですね。っていうのは溜まってるんです、仕事がすごく。でこの溜まってるっていうのが直近のね今週中に終わらせなきゃいけない仕事とかもあるんですけど、1ヶ月2ヶ月3ヶ月単位で終わらせなきゃいけない仕事も結構溜まっていて、でもちろん2ヶ月3ヶ月あったらさまだ余裕があるじゃん時間的には。でも結構な労働量なのそこに関しては。でも今さ来月今月だったわ4月だ、今月新しく本が出るんですね、子育て関係の本が。で今その最終の構成をしてて、毎日読んでるの、誤字脱字がないかっつって。だから自分のさ210ページぐらいの本なんだけど、もう5、6往復ぐらい読んでる。しかも流し読みできないからさ、誤字を見つけるためだからじっくり読まなきゃいけなくて、で今それにずっと時間を取られていると。でもやんなきゃいけないことはすごく溜まっていて、間に合うのかなって思ってる自分がいるんよね。で俺同時並行で2つのタスクをできないんです。1つが終わらせたら次みたいな感じのタイプだから、その一つね今ねこの本の構成が終わらないと次に行けないんですよ性格上。だけどやらなきゃいけないことが溜まっているのは分かっているから、どん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 自分の中で逼迫してるんだよね心が。でそのスイッチが入った今回に関しては。でそういった風に漠然とした不安ってすごく怖いじゃん、理由が分からないから対処できないし。でもこうやってちゃんと分析できて、あこうこうこうだから今この感情が来たんだなって、あいつがね顔なしがやってきたんだなって思えれば対処はできるからさ。だから今みんながね漠然とした不安に襲われてることって、学生時代は多いから絶対に多いと思うんだよ。俺も中高の時そうだったし、漠然とした不安がねやってくるからさ。でも漠然してると対処できないじゃん。そうだから今回一個伝えたかったのは、まあ、あの顔なしはねいつかいなくなるよっつって、
ていうふうに、で、まあ、もしかしたらみんなの中ではもう365日ずっといますって思ってる方もいるかもしれん、うん、でもさ、例えばよ、例えば、まあ、あとこのね、ハイチのこのチャンネルをすごい好き、まあ、ハイチっていう存在をね好きでいてくれてる方がいたら、この前のクリエイタースポットライトとかあったじゃん、ああいう動画見てる、まあ、ちょっとまあ感動してくれたって子もいたからさ、もしかしたらそうやって感動してる瞬間は忘れてるかもしんないじゃん、ほんと一瞬かもしれん、たった10分かもしれんけど、でも何かのタイミングで忘れてることができる、好きな、推しのね、ライブ映像を見てる時とか好きな漫画を見てる時か分からんけど、それでもいいと思うんだよ、それでも忘れてる瞬間はあるはずだから、うん、だからまあ状況状況にはよるんだけれども、ずっとじゃないっていうのは一個思っといてほしいなって、あいつらいつかいなくなるよってひょろっといなくなるからさ、そうっていうところと、もう一個は分析する理由をねっていう風まで一歩踏み出せるといいなって思う。それは俺は昔だったらそんなこと絶対できねえって思ったけど、でも今はできているからさ、でもできない日の方が多いんで、まだごめんな、こんなこと偉そうに言ってんだけど、まだできない日の方ができない日の方が多いんだけどさ、それでもできる日はあったから、そう、あでね、一個だけ話しなくなっちゃうんだけど、一個さ、その分析するときにアドバイスがあって、これは多分最近の動画で俺よく言ってるんだけど、自分と他人をフェアで見るっていう、そう、フェアって言葉をすごく最近推してるんだけど、どうしても自分の自己評価って下がりやすい、他人がじゃああることをしましたね、すごいってめっちゃ頑張ったなっていうことでも、同じことを自分がしたらそんなことしかできねえのかって言っちゃうことってザラにあるんだよね。これフェアじゃない、評価がね。でこの評価の部分をある程度フェアに持っていこうっていう意識を持っておかないと、自己分析ってなかなか難しいんだよね。漠然のところのその霧がかかってるんだよ、その理由のところに霧を晴らすことができない。霧を晴らすきっかけは絶対フェアだから、そう、自分を変に落としていないかっていうところがすごく肝心なのね、俺の中では。そうだから、まあ、その辺も意識して過ごすと割と変わってくると思う。なんか繰り返しになるけど、まあ、伝わらないよねこの部分は。なんでかっていうと、あ、そう、あのね、誰でもできるよって、だって俺ができたんだもんって話をよくするんだけどさ、みんなは今の配置をしか知らんから、そう、俺がどんだけねどんだけひねくれて、どんだけネガティブ人間だったかっていう、特に中学生の時とかね、 まあ、お見せできないからさ、ね、これホログラムで映像バーン出せないからなかなか伝えられないんだけど、でも本当になかなかひどかったのよ俺は。でもそれがこうやって変わるから、でも俺がねこうやって喋ってるじゃん、で俺ダラダラじゃだけじゃないんだけど、普段の動画もそうだけどさ、自分が喋ってるものを、まあ、チェックするの、投稿前に当然ね、このダラダラジオも聞いてから投稿するんだけどさ、あの中学の時、まあ、中高の時の俺が聞きたかったっていうか、聞いてよかったって思う内容かなっていうのは一個投稿するかしないかの価値基準の一つになっていて、だから、まあ、みんながねこのダラダラジオをどう受け取ったかは分からないんだけれど、俺は少なくとも学生の時に、ああこういう考えがあるんだってことは知りたかったんだよね。そう、誰も聞けなかったし、質問できないじゃん、だから勝手に喋ってくれないとさ困るじゃんこんなこと。そうだから、まあ、勝手に喋ってんだけど、でそれをねこうたまたま聞いてくれたみんなが何かを感じてくれたら嬉しいなと思って、今週もねブワーって喋らせてもらいました。はい、ということで少し長くなっちゃいましたが、今週はこの辺で終わりたいと思います。はい、ということで、多分ね、皆さんの画面には出てると思うんですが、明日、月曜日ですね、Eテレの方で、沼にハマって聞いてみたにですね、私、生放送に出てきます、スタジオに。まさかね、クイズノックのこうちゃんと菅井くんと一緒にね、スタジオに出させてもらいますので、生放送はテンパりますよ。はい、やべえ、これやべえよ。スタジオの生放送初めてなんでね。あーどうしようってなってますけども、よかったらねぜひ見てみてください。で、あと お知らせあったかな、ないかなないかな、わかんない、大丈夫だと思います。まあ、あったらちょっと画面出しておきますね。ではでは、また来週ね何か喋っていきますので、もしよかったらまた来週のダラダラジオもぜひねお付き合いください。そして明日からねまた新しい週間となりますが、お互いにいい週間にしていきましょう。じゃあね、また来週のダラダラジオで元気にお会いできることを楽しみにしております。今週のダラダラジオは以上です。それじゃまた来週会いましょう。それじゃまたね、バイバイ。